上野町まちづくり協議会事務局中心市街地推進課の村脇です。上野町のええとこフォトコンテストについてお知らせします。上野町まちづくり協議会では、上野町の美しい景観を残す取り組みとして、今回で13回目となる上野町のええとこフォトコンテストを開催します。古き良き町並みや町に集う人々の息遣いなど、皆さんが残したい上野町地区の写真をぜひご応募ください。上野町地区とは、上野丸の内など住所に上野と表示される町とその周辺です。応募には2つの方法があります。郵送する場合は、応募用紙を作品の裏に貼り、事務局まで送ってください。応募用紙はチラシについています。インスタグラムに投稿する場合は、ハッシュタグ上野町のええとこ2022をつけて投稿してください。応募期限は令和5年1月31日火曜日です。詳しくはチラシをご覧ください。チラシは中心市街地推進課本庁舎1階受付、各支所、地区市民センターに設置しているほか、市ホームページからもダウンロードできます。入賞者には地場産品1万円分などの景品を進呈します。応募とお問い合わせは、郵便番号 518-8501 伊賀市四宿町3184番地中心市街地推進課内上野町まちづくり協議会事務局、電話 22-9825、 ファックス22-9695 までお願いします。たくさんのご応募お待ちしています。以上、上野町まちづくり協議会事務局からのお知らせでした。